どうもこんにちは、お疲れ様です。そうですね、山口陸さんのスマホアプリ、うんぬんかんぬんですけども、あれが切り口になったのは間違いないです。で、今回ね、動画の方でお伝えしたいのが、その3年間で1億円以上稼ぐ方法なんですけども、私これね、非常にね、単純なマインドチェンジが私の中で起きたんですよ。それはですね、単価なんですよね。だから、20万とか30万という単価のものをボン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 売れるようにならなければ、とてもじゃないけども1億円なんて一人で稼げないですよね。だから単価かける客数、まあ、この数式のことが、私はね、そんな分かりきってるじゃないか、当たり前じゃないか、それができないから苦しんでんだよっていうふうに思ってたんですけども、単価を上げることによって、少ない客数でも、個人の集客力でもいけるんだなってことに気づいたのが、あの時ですよね。まあ、具体的に言うと、最初スマホアプリのね、電子書籍出版で、現役の政治家の方とコンタクトを取って、当時民主党政権だったんですけども、電子書籍をスマホアプリの中に搭載して、ご自身のね、政治信条を多くの有権者の方に配りませんかっていう交渉をしたんですよ。多分非常に興味深く聞いていただいて、結局それ実現にはならなかったんですけども、まあでもね、そういう切り口があるのを覚えておきますっていうことと、あとはその方はね、独自に SNS で発信するようになりましたね。で、今はちょっとね、ある市区町村の区長さんをされてます。あの時のきっかけが、なんか今でも生きてるらしいですね。だから1億円稼ぐノウハウってのは、1億円稼げなくても別のことにいくらでも利用できるっていうのは、私の経験から振り返って今思い出したことですかね。はい。でも実際に1億円稼いでもらいたいです、私はね。1億円稼いで手元に、そして預金口座に1億円、いやいや、100万円でも200万円でもね、プラスアルファで書き込めたら、どんなに先が見えるかなと思うんですよ。これを多くの有権者の方、そして多くの、ちょっとね、あんまりお金手元にない方に分かっていただきたいかなと思います。単価を上げて、そして、商売するってことかなと思うんですよ。で、単価の高いものって売れるんですよね。私たちが普段手にしてる野菜とか果物とかお肉とか魚ってやっぱり数百円じゃないですか。それを基準に価格を決めちゃダメなんですよね。やっぱりプライスの高いものってのはありますんで、やっぱこう動画コンテンツとかね。それはやっぱりプライス高いわけですよ。だからそういったものを扱っていくとか、大きな問題解決、恋愛の問題解決とか健康の問題解決、これ単価が張るんですよね。占いとかもそうですけども、でそういったジャンルに特化すると、そこの相場っていうものになりますから、対してね、自分の力が強くなくても、その相場がぐっと価格を上げてくれるっていう、そういうところあるかなと思うんですよね。はい、というところで今回もありがとうございました。お疲れ様です。